どうも、ピロミンです。今日は、もう頑張るのはやめようというテーマでお話をしていきたいと思います。ピロミンは楽読という速読のインストラクターをしながらですね、いろんな習い事を学びをやっています。直近で行くとですね、話し方の学校という、まあ、YouTube 講演家の鎌頭義人さんがね、やられている、まあ、パブリックスピーキングというか、まあ、人前で話したりとか、人によりね、心に響くというか、行動や意識をですね、変容を起こすためのスピーチを学ぶというところにですね、半年間、まあ、実質1年か、ベーシッククラスっていうのに行って、アドバンスコースっていうのに行って、みたいな形で、まあ、トータルで1年ぐらいですね、話し方、話すことについて学んでまいりました。で、ちょうど昨日がですね、その前の集大成のスピーチアワードっていうね、大勢の前で自分がまあ、いろいろですね、組み立ててきた、研究してきたスピーチを発表する場があるんですね。うん、今日はですね、そこの、ピロミンが喋った、もう頑張るのはやめようというスピーチをですね、ちょっとやらせていただきたいと思います。というよりもですね、実はスピーチアワード本番でいくと1人3分程度のスピーチに抑えてくださいっていう状態になるんですよね。じゃなくってピロミンがもう少しですね、3分以内に収めるためにいろいろ割愛させていただいた話題なんかもあったので、合計でそうですね、まあ、10分いくかいかないかぐらいの、ね、動画になるんじゃないかなと思いますが、今日はちょっとそんな感じでお話をしていきたいと思いますので、ご興味ある方はぜひ聞いてください。どちらかというと仕事だったりもろもろ頑張りすぎな方に向けてみたいなね、そういう方がターゲットになってくるかなというふうに思ってます。はい、じゃあ行きたいと思います。よし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 、なんか緊張しますね。ほい、はい。仕事や学びや子育て、つい頑張りすぎて疲れちゃう、そんなお悩みありませんかね。私はあったんですよ。そうそうそう。今からですね、5年ぐらい前ですね。当時私ですね、広告の会社で、バリバリと営業マンとしてね、働かせていただいていました。うん、で、その時というのがですね、もともと私がやっていた広告の媒体が、まあ、休刊するタイミングだったんですよね。で、本当に、まあ、休刊というと、今まで広告を載せてたのが、もう媒体としてなくなります、みたいな形なので、お客さんたちがもう全部これ使えなくなります、みたいな感じなんですよ。もう謝りに行きまくる毎日だったんですよね。このような結果になって申し訳ございませんみたいな、そういうような感じで。で、私クライアントさん当時確か60社ぐらいあったんですよね。まあ、そこにまあ一軒一軒まあ訪問したりですとか、まあ電話でっていうね、会えない方は電話でみたいなところで待ったりしたんです。本当に毎日毎日謝って回る毎日だったんですよね。うん。でですね、まあ当時ですね、まあ新たに入ってきたまあ後輩のね、新入社員さん、まあ、後輩といっても私と年齢は同じで、まあ、組織でお勤めになった経験がない方だったんですけど、まあ、ちょっと人間関係にちょっと私がうまくですねやることができなくて、いろいろしんどかった時期でもあったんですよね。で、まあ、そんな中のある朝のことなんですけれども、いやー、もう今日も会社行かないとと思って、もう毎日毎日もうそういうか、深夜残業、もう遅くまで残業してたりだったりとか、謝って回る毎日だったので、もう心身ともにヘロヘロだったんですよね、ピロミンは。で、もう今日も会社行かないとと思って、もうやっとこさベッドを体を起こしてみると、私も本当に今でもすっごいびっくりしたんですけども、ぐる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 視界が回ったんですよね。はあ、なんだこれというふうに思って、いや、ちょっとなんかね、起き上がろうと思ったらドタッてよね、ちょっとベッドから崩れ落ちたんですよね、私も。で、崩れ落ちてもなお回ってるんですよ、視界が。これはなんだっていうふうに思って、で、まあ、吐き気だったりとか、耳がグワングワンする感じだとかもあって、いや、これ絶対なんかやばい病気だぞっていうふうに思って、もう会社にはもうすいません、今日ちょっと休みますわって言って電話して、もうその日すぐに病院に行ったんですよね。ね、うん。で、お医者さんにこれ何の病気ですかっていうふうに言った。とりあえず、内科行ったんだけど、いや、これ内科じゃないからって言われ、今みたいな話になって、耳鼻科行ってきてくださいみたいな話になって、耳鼻科行ったら、もうこれね、正直その場でも診断しきれないやつなんですけど、メニエール病というやつの可能性がありますねっていう話になって、ね、まあこれね、メニエール病以外にもいろいろ疑われるね、病壁あるので、まあMRI とかまでちゃんと受けて、いろいろ診断されるわけですけど、まあ最終的にメニエールですわこれっていう状態になりまして、うん、このメニエール病何かっていうと、ストレスだったりとか睡眠不足、あとまあ気圧の変化などにもよって起きるんですけれども、女性3、40
40代の女性にね、よくあるストレスが原因になる病気ですね。回転するタイプのめまいとか、耳鳴りだったりとか、吐き気がね、主な症状です。で、私ですね、仕事基本大好きだったんですよね。なんかどんなに遅くまで残業したとしても、どんなにお客さんに怒られた、なんか悪い、良くないなと思うことがあったとしても、基本的にですね、自分が成長するだったりとか、自分が何か取り組むことによって人に貢献できるという、これ自体はすごいやりがいだったんですよね。そして広告の媒体なので、自分がやった仕事が何かの形になって世の中に、例えばネットの記事だったりとか、雑誌、紙媒体として残っていくっていう、ここもすごい価値だよなっていうふうに思ってたんですよね。なので、仕事が原因で病気になったっていうところが私的にすっごい衝撃だったんですよね。で、いろいろ悩んで、私働くの好きだったはずなのに違ったのかなとか、ね、で、これなんか正直ここまで体を壊してまでやりたいことって何なんだろうなっていうところをすごい思ってですね。で、いろいろね、ぐるぐる悩んで、ちょっと気分的に落ちてた時期もあったんですけど、最終的にはですね、頑張るのはやめようというふうに決めたわけですよ。そう、これはピロミンは今まで頑張りすぎていたんだ、もうこれは頑張るのをやめようっていうふうになってですね。でも頑張るのはやめようって言語だけ聞くとですよ、なんかサボってる人みたいな、人に迷惑かけてる人というか、なんか成長意欲のない、向上心のない、だらしのない人みたいなふうにちょっと聞こえるかもしれないんですけど、ピロミンが思っているのはですね、頑張らないっていうのは長時間労働をしないことと、あと自分が嫌だなと思うことはやらないこと、ざっくりこの2つですね。そう、なんだろう、やっぱり働くこと自体は好きだし、それが本当に心の底から喜びですみたいな、そういうタイプの方、やっぱりいるかなとは思うんです。多分ピラミッド的にですね、病気になったところもときっと違ったんだろうなというふうに思うんですよね。そう、やっぱりピロミは仕事が好きなんですけれども、次のステップがあったりとか、自分のやった仕事で喜んでもらえることがあったりとか、そこは好きなんですけど、家族の時間も大事だなと、夫もいますしね、3歳の息子も可愛い盛りで、そこも大事だし、あと自分結構勉強というか習い事好きなので、なんか自己研鑽するための時間、ここも欲しいし、一方でスタバで一人でカフェする時間とか、こういうのもすごい好きなんですよね。そう、なので、仕事はするけれども、長時間にならないようにっていうところがすごい大事だなというふうに思いました。で、自分がやりたくないことをしないというところですね。今回でいくと、人間関係的に荒れたからというところで、でも人間関係に荒れたとはいえ、この新人さんを育成しないといけない立場でもあったんですよね。そう、思えば人間関係的にだいぶこの後輩ちゃんとは荒れちゃっていたのに、思えばもっとこういう状態になる前に、今思えば上司の方に相談したらよかったなというふうに思って、知恵をいただけたかもしれないですし、うまくやるため の, もしかしたらもっと育成担当として適切な方がいらっしゃったら、お互い気分良かったと思うんですよ、その後輩ちゃんも私も。そう、なのでこれ、もうこれ私がやらないとみたいな風で囲い込んじゃってたなっていう、もっと早く自分がちょっとこれは嫌だな、違うなというところは、もっとで、早く SOS を上げるべきだったなっていうところをね、今振り返ると思いますね。ね、そう、いや、なのでもっと、もう頑張るのはやめようっていう感じで、決めたらよかったなっていうふうに、すごい思います。今日はですね、とはいえ、頑張るのをやめるなんてさ、人に迷惑かけるんじゃないとかさ、ね、なんかそんなことしたら人に嫌われちゃうよって、仕事でも評価されなくなっちゃうよって、そういうね、お声もきっとあるだろうなというふうに思うので、もう頑張るのをですね、やめるためにですね、ピロミンから、ピロミンが個人的に感じてるですね、もう頑張るのをやめることによって得られる5つのメリットについてですね、今日は語ってみたいと思います。まず1個目ですね、自分の周囲の人たちの仕事力が育ちます。いや、これね、本当だなというふうに思っていて、多分ですね、仕事頑張りすぎちゃう方の傾向として、仕事を抱え込むタイプなんじゃないかなというふうに思うんですよね。そう、なのでそうじゃなくって、自分の持ってる仕事をですね、もちろん適切なタイミングっていうのはあると思うんですけど、人にちゃんと適切に振っていくっていうところですね。で、適切に人に振って、どういう依頼の仕方したらやりやすいかなとか、進めてもらう上
上でこういうところ困ってないかなとか、あ、この方のスキルだとこういう不具合が出るんだ、じゃあこの部分を教えていこうみたいな、そういう発想にですねなってくると思うんですよね。丸投げして放置だとね、これ本当に迷惑行為になると思うので、ちゃんと適切に人にお願いをして、ちゃんとその方が仕事ができるようにサポートをしていくっていうところができるといいかなと思います。仕事力アップですね、周りの方の、はい、ということで、もう頑張るのはやめようです。で、2つ目のポイントですね、自分が生産性高く働く力が育つなというふうに思っています。これですね、病気になったことで基本長時間労働がダメです、なるべく睡眠時間多くとってくださいみたいな、そういう感じになったんですよね。そうなので、今までと同じ仕事量がこなせなくなるわけですよね。そう子供産んでもいないのに時短勤務みたいな、そうそんな感じになりまして、なので、そうなると当然今までと同じ業務量はこなせなくなってくるわけですよね。そうで、人にねお願いしていくっていう部分もあると思うんです。一方でこれやらんでもええんちゃうっていう仕事がね、ちょこちょこあったのが見えてきてですね、最初はちょっと勇気いるんですよ。これやめたらこういう問題が起こるんじゃないとかいろいろ思うんですけど、一旦ちょっと勇気持ってやめてみて様子見るんですね。そう、様子見てみて、意外と大丈夫だぞと思ったら、そのままゆるゆるとやらな続けるみたいな、そんな感じですね。そう、そうやってやってると自分にとって本当に重要な仕事、だけが残ってくるんですよね。で、正直そこに注力した方がいいわけ、ですよ。そうなので、ちゃんとこの仕事は重要、この仕事はいらないっていうところがですね、見極める目が育つ、結果自分の生産性アップにつながるというところがですね、わかりました。ということで、もう頑張るのはやめようです。で、3つ目ですね、人との信頼関係が育ったなというふうに思っています。いや、ピノミン基本頑張り屋さん、頑張るタイプだったので、人を頼れないんですよね。で、これね、頑張り屋さんだな、すごいなで着地すればいいですけれども、青山さんって私のことを信頼してくれてないんだなみたいな、そうここを頼ってもらえないの、一方寂しく思う人たちっていうのもいたりとかするんですよね。これ私がこのね、半年間1年間かけて行ってきた話し方の学校のベーシッククラスっていう、前半の方のクラスですよね、お願いワークっていうところがですねありまして、人に何かを頼むっていう、人を頼るっていうことを意識的にするっていうワークがですねあったんですよね。そう基本的に頼られるっていうことは、信頼されてるってことだよね。私がこの人には必要なんだなっていう、自分の自己肯定感アップのきっかけになったりとかするんですよね。そうなので、頼るというか、人に物事をなんかお願いすることじゃ全然悪いことじゃなくて、むしろそのようにすることによってですね、私頼られてる、信頼されてる、必要とされてるっていう状態になれるんじゃないかなという、そんなような話ですね。ピロミンみたいな頑張り屋さんがやるとかえって効果あったりとかするかもしれないです。こういうので、頑張りすぎて私抱え込み過ぎだという方はですね、ぜひ適切に注意の方頼っていただくといいかもです。で、4つ目ですね、自分の感性が育ちますというところですね。もうメカのように、もうとにかく私は仕事なのだというふうになっていると、なんていうか、自分の人間らしい感性がどんどん死んでいくんですよね。そう、仕事に忙殺されていると、基本的に例えばお花を見て、お花綺麗だなとか、例えば忙しすぎて夜星空を見上げる余裕すらなかったりとかすると思うんですよね。いや、そうじゃなくって、例えば自分の体を大事にしたことによって、よく寝ることによって、頭がぼーっとするじゃなくて、頭がシャキッとしている状態をキープすることによって、本来の自分の人間としての感性が戻ってくるみたいなのがあるんですよ。やっぱりその状態、人間ってやっぱりメカとして生きるじゃなくて、人間として、一応ね、動物の部類であるので、人間として生きる方が幸せ実感度上がるなっていう風に思っていて、そうなので、ここはですね、ほどほど仕事のボリュームを抑えるのと、あと自分にとってエネルギーを下げる、嫌なことですね、これはやりたくないんだよというところ、社会で出て働いてると 100% 避けきるっていうのはないのあるかもしれませんけど、そこをですね、なるべくちょっとやんわりと逃げるっていう風にやっていただくと、人間らしい気持ちが戻ってくるなという風に思ってます。ということで、もう頑張るのはやめよう。で、5つ目ですね、心地よく生きられる力が育ちますという感じですね。これ前の4つやっていただいて、人間らしい感性を取り戻して、で、その上でですね、引き続きこれやり続けると、なんていうかですね、ストレスを感じるものというのが極端に減ってくるんですよ。で、これ生きているともちろんアップダウンはあるので、たまにネガティブな出来事、アンラッキーな出来事っていうのは、やってくることもあるかなというふうに思うんですけど、意外とですね、ゆとりがあるもんですから、感じはそうするん
と対応できるみたいな、そう突発的な仕事が降ってきたとしても、あの自分の仕事のキャパ的にパンパンにはなりきっていないので、あ比較的対応ができたりとかね、あのする、そうするし、あの多分この仕事が突発的に来るんじゃないかっていう、あの予測する力みたいなとかですね、あの出てきたりとかするんですよね。そうなので、あのこの8つのねポイント、このポイントちょっとね実践して、ね、頑張らないを実践しだしてからの方がピロミン生き方的にすごい楽になったなというふうに思いました。うんね、頑張ることをやめることによるメリット5つを話させていただきました。周囲の人が育ちます。生産性高く働く力が育ちます。人との信頼関係が育ちます。自分の感性が育ちます。うん、で心地よく生きられる力がですね身につきます。ここの5つのポイントですね。そうそうそうね、まあ頑張るのをやめようっていうふうに、まあ、あの心でまず思う、意識するっていうところが大事ですし、まあ、ピラミンはあの落読と落読の次のステップでリターンスクールっていう、まあ、意識のマネジメント、本来の自分の感性をですねより磨くっていうところがね、やのとこいうの取り組みをしているコーチング中心のスクールがあるんですけど、あのそれをですねあのダブルでやっていたから、まあ、よりこれがあのやろうと思った時にスッとできたっていうところあるかなと思うんですけど、意識していただくのが大事ですね。もう自分は実は頑張りたくもないのにずっとそこにしがみついているっていうところが結構しんどかったりするんじゃないかなと思うので、やりたいことはちゃんとやる、でその上でですねバランスを取るですね。そうそうそう、ね、日常の中に自分のエネルギーを下げるポイントがたくさんっていう風になってしまうと本当に苦しい人生になっちゃうなと思うので、うん、ぜひ自分の命と自分の命の時間をですね、うん、大事に使っていただけたらなという風に思ってます。うん、そんな感じですね。ピロミは頑張らないを実践してからの方がですね、実は仕事で成果が上がっていてですね、そうそうそうね、あの落読インストラクターになりましたよ。で、まあ、あの最初はね、あの会社員と、ね、ダブルでやっていて、両方両立してやっていたわけで、でそこからまあね、会社員を卒業できるだけの収入が落読から得られるようになって、でそこからリターン、落読のリターンスクールのファシリテーター、リターンスクールを開講できる立場になり、そこから落読のトレーナーになり、でそこから、まあ、さらにその次のステップでエリアトレーナーっていうのがあるんですよ。今ちょっとなくなっちゃいましたけれども、でそっからですね落読の本部スタッフになったりとか、いろんな階段ですね、ちょっと落読の中では登らせていただいたなというふうに思ったので、ねえ、あの頑張らないという意識ですね、あの私のレッツの目のコンセプトも頑張らないで成果を出しましょうというところね置かせていただいていまして、うん、あの落読を通して伝えたいメッセージはそこですね。頑張らないで成果を出す、もちろんサボりましょうっていう、そういう趣旨のところではなく、本来の自分の能力をもっとたくさんうまく活用していく、肩の力を抜いてリラックスした状態の方が生産性は上がるよっていう趣旨のメッセージをですね皆さんにお届けできたらなというふうに思って、ろくろくのスクール運営本部の業務の方に取り組んでいますという感じですね。はい、ちょっとねロングバージョンではございましたけども、お話をさせていただきました。もう頑張るのやめようです。おい、ピロミンのチャンネルでは普段落読速読の話、ビジネスで役立つノウハウの話、生きるのが楽になるマインドの話をさせていただいています。よかったら引き続きご覧ください。それでは皆さん、また。